とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく入手した装備、使ってみようと思います。これ、覆われた怒りの凶暴化です。これって、モブを倒した時に、10% の確率で攻撃速度が 50% アップするっていう装備だね。エンチャントだね。で、さらに、スパイダーアーマーで、近接の速度 25% アップさせてます。もともと攻撃速度の遅い、この怒り、どんな感じで強くなるのか。うん、もしかしたら、すごいいいエンチャーになるかもしれないよね。この凶暴化っていうのが。ただ10% だから、そこまで発動はしにくいっていうのは、あります。うん、だからね、敵ができるだけ多く出てきた方がいいんだよな。あ、今も発動してないか。と、スパイダーアーマーで HP も一応ね、吸収するようにはしてるんだけども、そこまで吸収しねえかな。うん。てか、凶暴化が一向に発動してくれない。うん。攻撃自体はね、むちゃくちゃ強いよ。むちゃくちゃ強い。けども、発動した、発動した。なんかね、凍結を打ってくる敵が多いから、発動した時の状態を、ちょっと見れてないな。ちょっと発動した状態を見せてもらっていいかい？で、真ん中俺これ靴じゃなくていいな。OK。ここで、力のポーションが入れば多分相当なんだよね。 OK 入った。あ、早い。凶暴化入ると攻撃速度がもう鬼のように速くなるね。いや、これね、凶暴化入ると強い。むちゃくちゃいい。え、入った？あ、入ったね。入った時の攻撃速度がこの怒りの状態でね、ありえない。怒り装備で、この速度は素晴らしいね。こんだけガリガリ振っていけるならば、これは相当いい。で、これはあれだね。エリクサーのカバンは絶対入れてた方がいいね。やっぱりカバンはパワーポーション入るとすっごい強いし、さらにこの透明化が入って、サプライアタックすると、3倍ダメージでとんでもない。で、このクールダウン編成の弓を使えば、ほぼほぼアイテムが出っ放しになるんで、ブーツを入れてるよりも、移動速度も常にアップされてて、いいね。むちゃくちゃいいよ。ただ戦い方には、若干慣れは必要かな。うん。うまいところで、弓でクールダウンを入れなきゃいけないので、そのタイミングとかが若干難しいかな。特にこういう落ちやすい場所ではちょっと難しいけども、あ、でもこれ全然いい。すっごい使いやすい。 OK。 それではボス来ました。火力は多分、モリモリのやつよりは弱いけども、多分ね、影のブリューと力のポーションでゴリゴリ押せると思うんだけどね。どうでしょうか。あー、無理か。くそ。判定が遅い。マジか。いや、いい感じの判定かなと思ったんだけどね。あ、大丈夫。影のポーションがあと1個余ってるし、いい感じか。いけるいける。で、これで OK。 あー、いや全然入ってない。入ってないけども、まあいけるな。もうアーティファクトをさ、そういうやつにしてないからダメージはここまで入んない。いや、でもここでいける。終わり。うん、いいね。
今日はこの大荒れた怒り凶暴化付き使ってみました。まあボスはああいう感じでドラ使って、影のポーションパワーポーションでガシッとやれば結構ダメージを与えれるんで、うん、いいんじゃないですかね。特に、道中が良かった。普通の敵と戦うときにものすごい快適にいけたので凶暴化ありですね。でさらにスパイダーアーマー装備してると、さらに攻撃スピードが上がるので使いやすかったです。この怒りはなかなか良かった。うん、はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。